皆さん、こんにちは。神戸市民の淡井圭介です。本日2023年4月2日です。ちょっと逆光をうまく、近づいたら、ライトでね、カメラの光でちゃんと見えると。今回、プロ野球界へのメッセージと、あと、高校野球の、春の選抜決勝戦について、ご説明させていただきたいなと思います。昨日の、阪神タイガースの試合なんですが、阪神タイガースは最終的に勝ちました。これ何が勝敗を分けてるかって言ったら、髪の毛をまず染めないこと。ね。髪の毛染めてない人間なんて、中卒の初任給ぐらいしか渡せないんです。本当に。法律徹底的に、追及されると、裁判所で。ね。国会議員の人たちも昔は髪の毛染めてる人間なんか、まず一人もいなかったんです。だけども、時代の流れとともに歪んでしまった。それを僕は今から、直していくんですけども、それはもう国会の方にも言ってます。で、国会議員に髪の毛染めたまま国会議員になった人も、すぐに降ろされてるんです。で、だからあれだけ人数集まってきて、基本的に国会議員の人たちは、各委員とかになったりするんですけどね、公安委員会とかね、重要なところ、警察に対して、どうこう言える人たちとかね、そういう部分があるんでね、髪の毛染めてる人間がいっぱい当選しちゃうと、いっぱいすぐに人消えちゃうんで、国会議員の人たちが。委員会の委員を複数しなきゃなんないみたいな事態が発生する可能性があるんで、本当に皆さん人選ぶときね、髪の毛染めちゃダメ、スポーツの世界も。で、もう、覚えやすくていいんじゃない？もう、10年も経ったら忘れちゃうでしょ？一回もうみんな丸刈りにし、スポーツ業界の人たち全員。それで記憶に残るから。海女さんとかだって髪の毛丸刈りしてるんだから、男女平等。その方がインパクトがあって自分で覚えやすい。自分で失敗しちゃうから髪の毛染めてね。で、一番重要なのは、エスコバーっていう横浜ベイスターズの選手を入れ墨入れてる人。あの人はマウンド上がった時に、まだ僕声かけしてないですよ。声かけしてないですけど、まずあの人、そんなに制球力良くなかったでしょ？入れ墨入れてるから、暴力団員と同じ扱い。堀氏とかも捕まえたいんですけども、基本的に入れ墨入れてる人は暴力団員ですからね。これ、しっかりと、押さえておきましょう。そんな人をプロとして連れてきて、ね、そんな億前後ぐらい渡してるんでしょ？数千万円も。もう一回言いますよ。ね、人口が24都道府県より多い神戸市長ですら、年収2200万円ぐらいで、だいたい国会議員の何もしてない人たちと同じぐらいなんです。で、国会議員の人たちが大臣とかになったりするんですけども、大臣が3000万円台、年収はね。で、各都道府県知事もだいたい3000万円台ぐらいで同格なんです。で、総理は4000万円台ぐらい。期間限定ですよ。昔なんか総理なんか1年ぐらいでコロコロ変わってた時期とかありましたから、いやなんかスポーツ選手でね、サッカーも含めて、もうサッカーもあんなことしたら、本当は全員横領罪なんですよ。僕みたいに法律強い人間に徹底的に裁判所挙げられた、全員刑事事件本当に。あんまりもらってない人は正解。本当に捕まらない、それで。だけども、ねえ、スタジアムで何百億円使って、スタジアム建設するはみんなの税金から。で、移動宿泊費とかバンバン使って、ね、未来の人のために、ね、資源とかしっかりと残しておかなきゃならない。資源っていうのはエネルギーですよ。石油とか石炭とか石油とか、ガスとかね。ウラン鉱。ウラン鉱っていうのは原子力発電の元です。もう、あれもあんまりないから、もう原発新しく作った。絶対無理。あんなもんなかなか見つからないが、5万トンしか世界で、採掘可能な技術量で見つかってるの5万トンしかないない。今もうずっと本当は突っ張ってんの。変な方向で、核兵器、あれちらつかせてるんじゃないの。そんなにエネルギー欲しいって言うんだったら、ベラルーシも自分で核兵器解体して、自分たちで原発扱ってみるの話なの、本当は。だけども、昔のことの歴史とか知りすぎたコメンテーターとかアナウンサーの人たちが、まず分かってないの。第一次前線の人たちがね。で、結局、嘘をね、テレビで言っちゃうの、どうしても。
よく分かってないから。よく分かってないまま仕事してる人が全国放送で言っちゃうでしょ？テレビ。で、みんな全国放送のテレビ局のアナウンサーの人たち真面目だから、心は真面目なの。だけど、知識とかが追いついてないの。あと、水面下の僕の動きね。情報量が多すぎて。で、それを全部マッチしていくと、それだけのことなんです。で、そんなにベラルーシに核兵器云々と、あんまり慌てなくていい。もうエネルギー問題でもロシアもいっぱいいっぱい、もう掘らされてんの。1万5000メートルまで地下掘らされて、本当は地震は一斉崩落とかで起きての、地面の中穴だらけになっちゃってるんです、本当に。で、世界中どれぐらいかっていうと、1年間で200億トンぐらい、穴だらけ、空間作っちゃってるから、それが上からの重みで地震が発生する。全然普通のこと。物理的法則、ノーベル科学賞の物理学賞は、日本はずーっとノーベル賞をもらってるんです。当たり前のことずーっと言ってるからですよ。僕からの援護ありだと思いますよ。こういうことね。まあ話戻しますけども、ね、エスコバー選手が投げ始めた時に、それまで良い守備をしていた、阪神タイガースの選手もしっかりした良い守備をしてるんですよ。ね、春の選抜の報徳学園と山梨学院の人たちもしっかりした良い守備してたんですよ。だけどもね、エスコバー選手がマウンド上がった時に、ファーストの横浜ベイスターズの人の動きがちょっとおかしくなったんですよ。動き方、ちょっと歩いただけとか、送球を受け取った時の体の動かし方で僕わかるんです。すぐに本当に。自分で自分の体をうまくコントロールできてない状態。あれ多分叱られてます。なんであんな奴がマウンド登ってるんだと、未来の人たち全部甘いケースに本当のこと言われて。そうやそうやって。イネズミって暴力団がいると思うのやって。ね。髪の毛染めたら風量を。この定義もう固まってるの。義務教育で髪の毛染めちゃダメだってもうみんな習ってるの。で、今の世代の人たちの学校は緩くなって、これぐらいの髪の毛の色だったらいいとか、そういうことじゃないの。海洋基本法で河川、海を怪我しちゃならないっていうルールがあるから、それ守っておかなきゃならないの。で、たかが髪の毛染めたぐらいにっていう人が昔はいたんですけども、そういう人は爪弾きにされます。うちの会社にいらんよって。そんな人間って。そんな義務教育で中学レベルの子供を守れない人間、そんな人に仕事与えられないって、何するか分からへんからって。裏で金盗んだりとか、上の方行ったらね、大きな会社の取引とかでも、法律違反に、法律のこと分かってなかったら、絶対になってしまうんです、本当に。いろんな難しい法律とか判例とかいっぱいあるから。で、一法律なんかで物事動きませんからね。で、今髪の毛染めすぎて河川海とかすごく汚れちゃってるから、はっきり言って僕からの訴訟で全員、もう大企業から公務員も国家公務員ももうスポーツ選手も全員もうアウトになってエシロンに覚えられて試合とかの結果絶対出てきますよ。本当に。だから、みんな絶対僕はこれするなって言ったら絶対しちゃダメで、仕事中にピアスとか、まあ、イヤリングもそうなんだけども、貴金属とかネックレスなんかもう論外。お前、仕事中なのに何をチャラ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 しとねんって。これね、もう僕はホテルマンの仕事をしていた時に、さすがにもう面接とかでもそれ言われてるから、現場でね、ネックレスつけてくるアホなんかまずいませんよ。一般人がきちっと守ってるんです。で、本当に髪の毛染めてきた人間なんか帰らせられるんです。その日。人足らなくなったら現場困るっていうこと分かっていても、帰らせるんですよ。お前、うちのホテルのお客様に対して、何やその態度はって、ここの信用なくす気はってめちゃめちゃ怒るんですよ。人材派遣会社の事務所のね、担当の人が。本当に。髪の毛がね、抜けてお料理とかに入ったりしないように、僕たちホテルマンっていうのは必ずジェルとかでね、髪の毛で固めたりするんです。ああいうふうにホテルマンの人たちが髪の毛固めてるのは、お料理の中に 100% どんなことがあっても髪の毛入らないようにしてるんですよ。ね。何百人も働いていたら、それ動き回っていて、それ髪の毛抜けることありますよ。朝起きた時枕元とかに髪の毛何本か抜けたりしてるでしょ。抜けて生えて抜けて生えてをずっと繰り返してるから、髪の毛って。だから、そういうね、一流の、心意気で、我々はその当時も仕事をしてたし、今のホテルマンの人たちも一流を目指して、ずっとね、一流の仕事ができていても一流を目指しているんです。だからその辺のところでね、僕一回大谷翔平に二刀流を進めたのもなぜできるかっていう部分で確信を得たのは、阪神タイガースの試合見に行った時に、他球団の選手、試合前の練習とかあるでしょ？くっちゃべってたんですよ。ベラ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 しゃべり、
だから笑い話をしながらね、リラックス、まあ、すごくガチガチの緊張になるぐらいだったらああいう風な状況の方がいいんでしょうけども、僕たちホテルマンは仕事中に仕事なんか交わしてめちゃめちゃ怒られるんですよ。もっと仕事のことに集中せなあかんで、そうじゃなかったら失敗するぞって、当たり前のことなんです。仕事に集中できてないから失敗するんです。だからそういう当たり前のところをしっかり詰めなきゃならないね。ワールドベースボールクラシック日本優勝したでしょ。みんな試合中気張ってるでしょ。気抜いてないでしょ。ずっと相手の動きとか見ていて、ああじゃないかこうじゃないかずっと考えてるでしょ。考えれてる人って頭の中回転早くなって頭の中進むんですよ。能力上がるんですよ。だからいい仕事ができる。だから日本が優勝できるなんですよね。だからあの試合が始まる前に、まあ、あのテレビに向かって言う方法で大谷翔平にね、もう最後は気合だと。気持ちで負けたら絶対ダメだから、そういう局面が来るんじゃないかなって思っていたから、もう最後は絶対気持ちだっていうことで、もう今更もう試合前からもう今からあの練習してこの練習して対策しようなんかもう絶対できないから、最後もう気合しかないんですよ。気合根性しか絶対諦めないって、何点差つけられてもっていう、まあ日本がね、最終的にワールドベースボールクラシックではリードできてね、まあ、優勝することが、まあ、優位に試合を進めることができたんですけれども、とにかくね、入れ墨入れてる選手なんか絶対仲間に入れちゃダメ。守備陣形ガタガタなのか、その後のベイスターズの人たちの守備めちゃくちゃ、もう送球は高いところに投げて、その、ファーストかな、セカンドかな、ギリギリジャンプして取れるかどうか、あれ、もう後ろ行ってもおかしくないから、本当に。セカンドとかファーストの、今度キャッチする人のね、ベースカバーとか行ってる人たちまで、動きおかしくなってきてる可能性、もう送球してるショートとかの人の送球がもうおかしく、もうすぐになったから、で、まあ、バッターボックス、満塁になった時にね、バッターボックス中野選手だったと思うんですけど、あそこは、あれだけ低めにばっかり変化球を投げて、ボールで制球も定まってないから、押し出しのフォアボールを狙うところ。ね、客観的に僕はずっと試合を見てるから、まあ選手とはちょっと意思が食い違ってる部分とかあるかとは思うんですけども、それも試合に影響は出てきています。だから意見一致させてもらわなきゃならない。で、状況を見た時に素早く分析して、ここはこういう場面だってはっきりさせた方がいい。そうじゃなかったら、まあこれが2ストライクに追い込まれた話別ですよ。2ストライクに追い込まれたら、ね、野球の基本的な話。2ストライクまで追い込まれたら、際どいところは振っていかなきゃなんない。振ってしっかりとバットに当てて、ファールで、一旦回避するかどうか。これ根比べ。阪神タイガースのその開幕2戦目の横浜ベイスターズ戦でも、1戦目かな2戦目かなどちらかで、まあ、両方とも僕はついてるんですけど、2戦目は報徳学園の高校野球の試合があったから途中からの参戦だったんですけど、まあ、その間にね、横浜ベイスターズがリードしてたんですけども、僕は入ってからじゃないと話全然変わってくるから。とにかくね、入れ墨を入れてる選手を、助っ人として雇うと、日本人ではさすがにいないでしょ、入れ墨入れた人。アウトだからね、それ。もう現場から下ろすから、本当に。現場から下ろして、プロ野球から、追放ってこういうこと。ね。で、それでもう、プロ野球選手になりたいんだって言うんだったら、根性を入れて、レーザーでね、肌焼いて、入れ墨消してって、そういうこと。で、その実体験を、言ってください。公開してください。入れ墨を僕は入れていましたと。で、皆さんに大変なご迷惑をおかけしましたと。悪い気分にさせてしまうから、暴力団と同じ BPO っていうものがあるんです。テレビに、そこが、テレビ出演者に対してね、テレビに出すだけの、価値があるかどうかの判断を下すんです。わかりやすく言うとね。テレビに出るにふさわしくないかどうか。例えばね、極端な話言いますよ。オウム真理教が、地下鉄サリン事件とかしたでしょ。あれで、もしオウム真理教の、ね、信者の人間とか実行犯がね、普通にテレビ出てたら世の中どうなのかわかるでしょ。もうむちゃくちゃになりますよ。みんなむちゃくちゃなことし始めて。だからテレビってものすごく重要なんです。だからその辺のことはテレビ局の人たちも注意してるし、だから
これ野球界だけじゃなくてサッカー界の人たちもしっかりとその辺守ってください。で、春の選抜野球の報徳学園の人たちも僕からのメッセージとか聞こえてたと思うんですけども、まあ、声出したりとか頭の中とかから、伝えたり心の声とかで伝えたりとかしてるんですけども、負けたことは気にしなくていい。法律でね、平等っていう部分があるんです。それものすごく重要、社会で出てから。その平等の心がなかったら、優しさにつながらない部分も、やっぱり社会人としてあるから、山梨学園が、その山梨県がね、春の選抜も夏の選抜もまだ優勝一回もしたことない。だから僕は全力で報徳学園を勝たせてあげに行こうと思ってたんですけども、法律もあるっていうことを宣言してるんです。だから、アホや、あいつ自分で自分の首絞めとって思われるかもしれませんけども、多分そのルールが効いて、エシュロンとかスーパーコンピューター、富岳とかがね、稼働して、もしかしたら、K ももしかしたら稼働してるかもしれない。使えるから。老朽化してね、使えるものは、しっかり使わなかったら、使えるのに捨てちゃもったいないでしょ。もう一度溶かし直したりとかしてね。だから、そういうところね、稼働してるかもしれないし、その人間が使った神がかり的な力は基本的に、コンピューターも扱えるということ。で、ただ僕はその基本的に、まず防災の台風消滅については、ちゃんとコンピューターから電波で言ってきてくれてます。去年か2021年の正月3日目、買い物から帰ってくるときに電波で、防災、俺らも協力するわ、僕らも協力するわ、まあどちらかの言葉、まあ俺か僕かの違いなんだけども、まあ言ってくれて、で、そこから淡井圭介との連携で、台風の防災、抑え込んでます。基本的に、ミッドウェーの海域、あの辺りで、台風っていうのは発生してるんです。それをまず東にずらしたりだとか、もう台風にだんだん育ってきての放送が始まったら、もう絶対そうなるから、もうその時点で台風がね、発生しそうな、なるところが台風消滅に取り掛かってるんです。で、テレビを通してね、時間軸を超えてしっかりと声とか届いてる、それは国会議員もそうですし、もし普通に CM 出てる子供とかもそうだし、一般人とかも電波で聞こえてきてますから、裁判所内でも同じ。で、向こうから女性の人の声が聞こえたけどって。で、周りは僕しかいなかったんですね。で、あれ、男の人やわって。ああ、そうか。って言って、どっか行った女の人がいたんですね。その人も電波のことをよく分かってるんですよ。ね。そういう世界があるっていうこと。だからもうこれ一般公開した方がいいっていうことで話つながってくるんです。だから政府通してね、世界中で。そうした方が社会がこんがらなくて済むし、精神病院とか行かされる人いなくなるし、で、これ、そんな理由で何か聞こえてきたぐらいで精神病院行かしてた警察官がいたんだったとしたら、その人たちもう減給もの。減給っていうものは、ある程度国庫に返納するのと、その精神病院に行かした人たちにお金返してあげなきゃならない。本当に。大損害だから。仕事とか止められてるからね。だから、その辺のところは、もうボーナス公務員の人たちも5.6ヶ月分まで上がっちゃって、北新ビルの出張所なんて、本当は公務員の人は、みんなベースアップしていくからね、基本給が上がっていくから。年収、4歳ぐらいでね、年収も600何十万とかあるんです。ボーナスが3級の3.9ぐらいでも、夏のボーナスと冬のボーナス合わせて3.9ヶ月分。もうそれで固定しておかなきゃならない。で、一般企業もそれで固定しておかおいて、余剰金をある程度貯蓄しておかなきゃならない。コロナウイルスの時とかもう皆さん理解したでしょ？経済とかいろんなもの全部止まってしまった時、余剰金で飯食ってもらわなかったら、政府とかが溜め込んだ、せっかく、東京都の、財政のね、8000億円ほど、お金、東京都が貯めてたんです。各都道府県へのお金の分配とか、計算式とかいろいろあって、その通りにしなきゃならない部分あるんですよ。
まあ最終的にね、各地方の方が、本丸である国会からね、お金を引っ張る方法もあるんですけども、そういう法律もあるんですけども、あんまりそんなことしてたらダメ。で、それは重要なね、第一次産業とか、まあ建物の解体とかね、そういったところで、特に建物の解体でもうこれ人住めんっていうようなところは、素早く解体して、金属は回収できるから、結構な量は。なんかその辺のところ解体業に力入れたりしてもらわなきゃならないっていう話なんですけども、まあ、とにかくね、スポーツ業界とかの人たちも、一般的なことを覚えてもらわなきゃならないから、こういう話、混ぜました。まあ、報徳学園の人たち、もういい野球できてましたよ。もうそれで OK なんですよ。いろいろ負けてしまってもしょうがない部分いっぱいあるんです。もうここはね、山形県の、人たちがね、初めて甲子園で初優勝ができたことを一緒に喜んであげましょう。その方が、まあ、人としてかっこいい。まあ、昔はね、僕がよく言ってたのが、ただ言ってたのが、その方は男としてかっこいい。なんか、この方が、昔の漫画とかよく見てた人は、男はどうのこうのみたいなことを言ってるから、よくわかるでしょ。ね。本当は、男性がね、家の長になって、家長になって、家の長と書いて、家長ね。家長になって、家を支えなきゃならない。で、外で働いて、嫁さんに、お金預けて、で、嫁さんはしっかりと節約して、家のローンとかを返済してて、その、食事作ったりするのは基本的に嫁さんで、あんまりお金がかからないで、家族が喜んでもらえるお料理を作ってあげなきゃならないっていう部分がありますからね。女性、退職金と家のローンを若いうちに、早く結婚しておいて、所得税の控除で最大1000万円まで家のローンっていうのは、所得税の控除で引けるんです。それすれば、所得税、それだけ取られなくなりますから、本当は共働きの時に、家買って、もう理想は二十歳ぐらいの頃にもう結婚しておいてね、これ大学生でも、学生の頃でもいいんです。もう先に結婚しておいた方が早い。住む場所が決まるから、仕事場が決まった時に、どこに家建てるかが決まるから、通勤距離とか、そこで不利になっちゃうと、労働者の人生絶対不利になる。楽しい時間が減っちゃう。いろんな楽しい娯楽の業界、僕らが頑張って伸ばしてきたから、漫画、アニメ、ゲーム、映画、ね、音楽も含めて、もう、すごいものいっぱい作ってきたから、それ聞いた方が絶対お得。この曲聞いた方が絶対得だったって思うから、本当に。うわ、すごい曲に出会えたとか、すごい心に届くとか、作り手の人たちがどれだけ頑張ってるかまで分かってくるから、だんだんいろんな曲聞いてたら。それ僕のホームページからアクセスできるようにしてます。もうあんなもんじゃないから。あれの何倍も良い曲がいっぱい積み上がってるから。その日本の歴史の音楽とかね、世界中のその例えば中国だったら中国語を、しっかりと話せる人たちに、今日ね、歌ってもオペラ歌手並みに歌唱力があって、ちゃんと楽器も演奏できる人たちに、ね、まあ、託して、中国で、ライブツアー回ってもらって、テレビにも出てもらって、日本からの曲でっていうことで、まあちょっとしたギフト。今だったら、無料でも YouTube は見えるものだから、あれはあれでいいんです。無料は無料で、CM が出てくるから、何かでね、ゲーム業界とかも、何かでお客様にお知らせをしなかったら、ゲーム売り出したっていうことすら気づいてもらえないから、まあ、CM 売ってほしいから月1000円払うような人たちもいて、ちょうど釣り合い合うんですよ、YouTube の世界も。ね。だから、まあ、他のゲーム業界とかね、保険の CM とかもそうなんですけども、ちょうど全部釣り合い合ってくるんです。だから世の中うまく作ってあるんでね、皆さんあんまり迷わなくていいように、できてますんで。まあ、今回はスポーツの件では皆さんに覚えてもらいましたけども、その阪神タイガースの2戦目、エスコバー選手が出てきたあたりに、まあ、最初の方からの試合でね、一回 VTR で見て、動画で見てね、検証したらわかりますよ。それまで両チームともしっかりした守備してたんですけども、もう入れ墨が入れた人間でできたらもうあんな状態絶対エラーとか出てくるからね。阪神タイガースが去年エラーがどうこう言ってましたけど、マルテ選手とかは入れ墨入れてませんでした。原因絶対にそれ、もう僕の物事のまあ捜査とかね、本当は捜査は警察官の仕事ですけども、まあ、監査の人たちとかもね、捜査会社の役員に監査っていうのがあるんですよ。そこの会社を調べる人たちなんです。悪いことしてないかどうか。で、あずさ監査法人とか、ああいう風な、まあ、四大、
監査の会社があるんですけども、それはもともと第二次世界戦争で日本が負けてから、これ六法全書を読んでいると、第二次世界大戦って言わなくなるんです。第二次世界戦争って六法全書に書いてるから、法律の世界では。まあ、あんまり細かいこと気にしなくていいですよ。裁判所は、世界大戦で話通りますから、裁判官にね。裁判官に分かってもらったら、もう OK だから。他の言葉とかでもね。で、何の話してたかな。ちょっとね、今、何の話をしてたか分かんなくなっちゃったんですけど、いろいろ話が飛び飛びになっちゃって。まあ、その動画の検証ですよ。そのエスコバそのマルテの選手が入ったからね、結局エラーが多かったって、本当はそれ、まあ確かにね、守備位置固定っていうのも、それも一つの要素としてあると思いますよ。自分の仕事を守る位置集中しておいた方が、打球に対して、例えば外野手だったらね、最短距離で、落下地点に行けたりとかね、あとフェンスよじ登るのも簡単によじ登ってキャッチして、怪我なく、着地、垂直に置いてきてしっかりと着地できたりとかね。基本的に守備は固定しておいた方がいい。ただ、昔阪神タイガースに平野選手っていう選手がいたんですよ。オリックスから来た選手だったと思うんですけども、守備力ものすごい高いです。菊池選手、広島の菊池選手に近いぐらいの守備力を発揮するんですよ。セカンド守っていて、で、外野を守れるんです。で、外野でも、その守備力を見せつけるんです。で、さらに3割打ったりしちゃったんです。本当に、ものすごい選手ですよ。ホームランだけ見てちゃダメ。あんなに役立ってくれる選手。何か選手がね、あって、成績下がったりとかね、もう多分親の介護の時期とかあるから、親のこと心配になったりとかね、精神的に気になったりとかして。で、それで、そういうような精神的な部分でね、家の中でいろいろ何か事情があってとか、友達がとか、仲の良い友達がこんな大変なことになってんねんとか、そういう状態で打てるかって言ったら、打ってる方がちょっと人としてどうかしてるの方、本当は僕の世界から言うとね。だから、そういう状況があるから、他の守備位置もね、守ってる、くれる人ってものすごく大事。だからそういう選手も、長いペナントレースという期間はね、130試合以上ぐらいするんだから、そういう選手もしっかりと作っておかなきゃならない。ちゃんと一軍レベルでバッティングの方もできるっていう選手をね。もうその辺、出塁率でカバーしてもらったりとか、あと足が速いとか、そういうところでカバーしてもらったり、とにかく総合力で見ると一軍のレベルの選手だっていう選手をしっかりと作っておく。で、阪神タイガースはずっと何年も前から僕は言っていて、足の速い選手を何人、作ってもそれも絶対損はないからということで、ね、中野、近本の1、2番、足の速い1、2番で、ね、大体3割ぐらい打ってくれて、フォアボールも選んで出塁してくれて、大山佐藤につないでいく。もう、形出来上がってるから、ね、足腰鍛えたらいいだけ、それだけでみんな、足速くなるの。ね、学校で昔高校野球をしてた時に、あんまり足速くなかったからとか、それはトレーニングの違い。足の筋力がつくトレーニングをしていたら、足速くなるから。あと走り方に関しては陸上の人たちに教えてもらったらいい。走り方学ぶから。どういう走り方をすれば最高の、フォームで走れるかを覚えれます。だから一回、これね、陸上の選手で、100メートル走とか、プロというか、まあ、オリンピックを目指して、代表クラスの人に、ベース一周、プロ野球選手とどっちが速いのかっていう形で、ね、プロ野球選手でその当時一番速いって言われてた選手よりも、陸上選手の方がぶっちぎりで速かったんです。わかります？僕の言ってること。だからそのレベルまで足鍛えたら、キャッチャーがどんだけセカンドに良い送球しても、オールセーフになるんです。物理的法則で。足速い人の方が絶対上回ってくるんです。累間18点何メートルっていうところも、あれ本当にちょうど良い計算で行ってるんですけども、足のスペシャリストを作ったら絶対その人の勝ち。どんだけ頑張っても、ピッチャーもキャッチャーも良いピッチャーが良いクイックで、キャッチャーも良い送球取ってからも素早くてね。で、さらに矢のような送球で、キャッチしたところがすぐタッチできるところまで送球できても、ほぼ 100% で走った選手の方が、もう100メートル走の日本代表クラスのところまで足速くなると、
セーフになります。これが野球界の真実なんです。はい、皆さん、これから長い間のペナントレース頑張っていきましょう。これが後の人生にも生きていく財産になってきますから、一般人の皆さんも含めて、長い間ご清聴ありがとうございました。2023年4月2日の淡井圭介です。